はい、どうも皆さんもおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、超戦士カオスソルジャーという超絶かっけえモンスターを皆さんご存知でしょうか。本日はですね、彼をどうしてもちょっと活躍させたくて、デッキを組んできました。超戦士カオスソルジャーの、効果自体は、非常に強力で、強力って言っていいのかな、超戦士の儀式により降臨するよと。自分は超戦士カオスソルジャーを一旦に一度しか特殊召喚ができない。このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地を送った場合、そのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与えると。でさらにこのカードが戦闘または相手の効果で破壊されると、自分の手札で墓地から暗黒死骸やモンスターを特殊ができるよみたいな効果を持っています。一応今回は2番目の効果はちょっと破棄するんですけど、1番の効果はね、十分強いですし、超戦士カオスソルジャーの出し方として一番強いのは超戦士の効果っていうこの最強の儀式魔法を使えることなんですよ。でこれどういう効果を持ってるかっていうと、砲画はレベルの合計が8になるように、光属性と闇属性をデッキまたは墓地から1体ずつ墓地の墓地かじゃねえや、デッキからと、手札から1体ずつ光と闇を墓地に送って、儀式召喚をすることができる。要は、手札の光属性とデッキの闇属性、属性または、手札の闇属性とデッキの光属性っていう組み合わせで、ウォッチに送って、で挑戦者を出すことができるっていう、この儀式魔法のパワーが、えげつないという話なんですよ。で、一番有名なねコンボは挑戦者カオスソルジャーで、その宵闇の騎士と開闢の騎士を、巻き込んで、パーフェクトカオスソルジャーと、いわゆる言われている、モンスターを爆弾させて、相手のモンスターを2枚除外しながら、相手のハンドを1枚除外して、ハンデスして、で、さらに相手の、モンスターを破壊するともう1回攻撃できるよっていう、マジでやべえモンスターを爆弾させるっていうコンボなんですけど、それ以外にも、相性がいい、カードっていうのは結構たくさんあって、光と闇の組み合わせだったらいいんですよ。で、今回は、この開闢の騎士と宵闇の騎士以外にもですね、組み合わせが必要だなと思って、組み合わせたのはまずドライトロンですね。ドライトロンは、ギミック的に儀式をサポートしてくれるんで、これ非常に相性がいいんですよ。例えばね、アルゼータだったら儀式モンスターかドライトロンをリリースするとこいつ特殊召喚できて、手札が墓地からで特殊召喚に成功すると儀式モンスターを持ってこれるんで、もちろん挑戦者カオスソルジャーとか、今回もメテオニス DRA ってやつが入っているんだけど、こいつとかを持ってくることができると。でさらに、アルゼーターは同じ条件で特殊召喚に成功すると、デッキから儀式魔法を持ってこれる。なので、例えば、ドライトロンのメデオニスドライトロンというこの儀式魔法とか挑戦士の方がを持ってくることができる。そして、ドライトロンルタデルタっていうのは、儀式魔法または儀式モンスターを見せると、1枚ドローできるっていう、そういうモンスターになってるんですよね。でこのモンスターたちが、2体並ぶとエクシーズ召喚できる、このドライトロンファフミューベーターっていうモンスターがいるんだけど、こいつはエクシーズ召喚に成功するとデッキからドライトロンカードを1枚墓地送れると。だからこのドライトロンメテオニス DRA あたりをね、落として、ほんで、墓地から儀式召喚、ちなみに言いやすいですけど墓地から儀式召喚できるんだこれ。メテオニス・ドライトロンっていう儀式魔法を、ちなみに挑戦士の方がもう墓地から儀式召喚できます。なので、両方とも墓地からの儀式召喚に対応している最強のカードですね。で、一応こっちはいいかなと思うから、こっちね、メテオニス・ドライトロンは、攻撃力の合計が、これ多分アルデクとか当たってる人だったら、もしくは使ってる人だったら、よくご存知かと思うんですけど、攻撃力の合計で儀式召喚するっていうちょっと変わった儀式魔法ですね。自分の手札フィールドの機械族モンスターをリリースして、自分の手札墓地から儀式モンスター1体を儀式召喚する、これ別に儀式モンスターだったら何でも出せるんで、挑戦士カオスソルジャ ーも出せますし、このドライトロメテオニス DRA も出せますっていう感じですね。はい、このカードが墓地に存在する場合は、自分のフィールドのドライトロモンスター1体を対象に取って、そのモンスターの打点をダウンさせるとこいつを回収できるよっていう、2回以上ね使えるかもしれない、効果を持っておりますと。で、ちなみにファフニューベーターはエクシーズ素材を儀式モンスターを儀式召喚する場合に素材にできるよっていう、そういうね効果を持ってますんで、中に入ってる素材として入ってるこいつらをメテオニスドライトロンのコストにして、挑戦士とかあとメテオニス出したりっていうこともできます。でですね、こいつは光属性レベル1なんですよ。光属性レベル1で、挑戦士の方がと組み合わせた場合めっちゃ強いカードがあって、それが何かっていうとこれ、オーバーテクスゴアトルス。これ恐竜デッキでもやりましたけど、
の時もやりましたけど、このモンスターは墓地に効果で送られると効果を発動するんですね。レベル7と、ちなみに光属性のレベル1なんで、ホーガで両方ともなんかどっちか引いてれば落とせるんですけど、ホーガでね、このオーバーテックスゴアトルスは効果で墓地を送られると進化薬魔法カードを手札に加えることができると。これで進化薬魔法カードを手札に加える、この究極進化薬、これが、まあ、アルコンとか、それからまあオーバーテックスとか、あとこのパンクラストプスとかも出せるんで、この恐竜族モンスターたちをその儀式する過程で出す準備ができるんですよ。これがとても相性がいいですよね。まあ、OCG の方でも僕は挑戦士デッキの方では挑戦士の方がを入れてオーバーテックスを墓地に落として究極進化でアルコン出すっていうデッキ組んでたんですけど、ドライトロンがちょっと使ったことなくて、ドライトロン俺ドライトロンが来たことによってめちゃくちゃ強くなってましたこのデッキ。もともとはもうちょっと恐竜要素いっぱい入ってて、恐竜挑戦士カオソージャーだったんだけど、ここにドライトロンが入って、今やドライトロン挑戦士、恐竜デッキになったんですよ。これね、使ってみたんだけど、まあもちろんね、環境トップと渡り合えるとかそういうレベルじゃないですよ。そういうレベルじゃないですけど、やってることはめちゃくちゃ強い、決まれば。で、あとはまあサーチ方法はいくつか用意してあげればいいんで、まあ僕大好きなマンジゴットさんをぶち込んでいます。まあ、マンジゴットじゃなくてももうちょっとドライトロン増やしてもいいと思うし、ここのパフニールとか増やしたり、あとドライトロンノバ増やしたりしてもまあいいかなっていう感じはしますけど、マンジゴットは光属性のレベル4なんで、手札に引いていても宵闇の騎士と一緒に挑戦者の方で落として、一応パーフェクトカオストルジャーじゃないけど弱パーフェクトカオストルジャーはできるんですよ。まあ、それが気に入ってね、レベル4のマンジゴットが入ってるっていう感じですね。で、あとこいつも相性良くてレベル4なんですよ。レベル4の闇属性だから、卵呼びラプターと海白の騎士でも一応弱パーフェクトカオストルジャーは出せるんですよ。でこれは相性がいいですね。で、単純にオビラプターは墓地にオーバーテックスゴアトルスを送れるんで、そうすると究極進化持ってこれますし、はい。まあ、いろんなそのシナジーが噛んでる、結構カオスデッキになってる、混沌としてるデッキになってるんですけども、結構回る方かなと儀式デッキでは思うんで、早速ね、このなんかごちゃ混ぜアルティメット最強展開をやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、挑戦士カオスソルジャーのパワーを見せてやるぜ。あ、なんかハンド決まってんな。ハンド割と決まってるのおもろいな。このカオスフィールドっていうカードは結構好きでね、一応いろいろそのムーブあるんですけど、なんか結構リンク召喚とかがあるんで、墓地に結構モンスター送れるんですよね。だから、まあ、カオスソルジャー持ってきた後になんかソリティア して儀式魔法を、おっと磁石来た、なんか儀式魔法を持ってこれるので、両方とも揃えられるんですよ、このカード1枚で。結構ね、このカードは僕お気に入りですね。非常に強力なカードだと思ってます、個人的には。この強力なカードにあまりにも強力な儀式サポートをドライトロっていうねギミックをぶち込んでますんで、さすがに安定感はお手のものといったところ。さあ何ですかそれは。おっと、お、やべえな、おい、アダマシアどうした、ドロー、なるほど、カオスフィールドを発動。カオスフィールドの効果により、俺は挑戦士カオスソルジャーを手札に加え、挑戦士カオスソルジャーを手札に加えた後、後にドライトロンアルゼーターの効果を発動。アルゼーターは挑戦士カオスソルジャーをリリースし、このカードを手札から特殊召喚できる。そして特殊召喚に成功した場合の効果を発動、デッキから儀式魔法カードメテオニスドライトロンを手札に加えていく。そしてだな、もう打とう、ちょっとなんか分からんけど、なんか打とう。挑戦士の方が発動、挑戦士の方がによって、俺は墓地で存在する挑戦士カオスソルジャーを冥界より特殊召喚する。もちろん素材にするのは宵闇の騎士と海白の騎士、現れろ挑戦士カオスソルジャー。やってることデュエルリンクスムーブでさめちゃくちゃデュエルリンクスムーブするやん。おっと逃げるか、いいだろう。エレクトロマグネットウォーリアーガンマーの効果によってガンマーをリリースし、デッキからなんか謎のモンスターを特殊召喚。なるほどな、マーグレットウォーリアーデルタを特殊召喚。さあデルタの効果、特殊召喚に成功した場合磁石モンスターいたよ、デッキから墓地に送ることができる。まあリンクステーマだと結構分かる、はい、いつもだったらね分かんないですけどねそして
カオスフィールドの効果も発動。カオスフィールドの効果により俺は挑戦士の方がお手札に加えていくと、これがね結構ね決まるんでね、意外とね楽しいんですよね、このデッキで。次の後続も囲っているという。そして挑戦士カオスソルジャーのモンスター効果発動。このカードは宵闇の騎士を算にしている場合、相手の手札を1枚ランダムにエンドフェーズまで除外することができる。そして挑戦士カオスソルジャーの効果発動。挑戦士カオスソルジャーは宵闇の騎士の効果により相手のフィールド上のモンスター1体を選択し、そのモンスターをゲームから除外する。さらにこの効果は怪獣の騎士を巻き込んでいるため、もう一度発動することができる。これがパーフェクトカオスソルジャー。怪獣の騎士の効果により相手のモンスターを1体ゲームから除外していく。うらー一応リンクリボーにはなっといた方がいいのか。一応リンクリボーにはなっとくか。一体のモンスターでリンク召喚現れろ、リンクリボー。よしでですね、これでバトルフェーズ入りますか一旦ね、はい。ちなみにあの挑戦士カオスソルジャーは、一旦に一度しか特殊ができないという、効果、あの挑戦士の方がもう一旦に一度しか発動できないという効果がありますので、まあ、2体目を出すことはちょっと残念ながらできないということですね、はい。ただマグネットコンバージョン、何、自分のうちのレベル4以下のマグネットウォーリアーモンスター3体まで対象として発動できる。強っ、そんな回収できるのそれ、強っ、最強じゃん。そりゃそんな効果あったな。なんか除外してあるなんかモンスターを特殊召喚できるみたいな効果もありましたよね、マグネットコンバージョンでね。除外されているモンスターを墓地から除外すると特殊召喚できるみたいな効果あったけど、そうだ、あるあるわあるわ、強えわ強え。まあただしこっちの場にはリンクリボー、そして挑戦士カオスソルジャーとかいう最強モンスターが爆誕している。そんな簡単にやられることはないだろうって言いながら、ベルセリオンとか出てきたら終わりますけどね。おっと、なるほど、エレクトロマグネットウォーリアーガンマーを召喚。ほう、ガンマーの効果を発動して、ガンマーの効果でなんか適当なマグネットウォーリアーが手札から特殊召喚される。エレクトロマグネットウォーリアーアルファ、なるほど、アルファを特殊召喚し、アルファの効果、アルファの効果により、おっと、マグネットコンバージョンの効果も発動していく。マグネットコンバージョンの効果により除外されているマグネットウォーリアーデルタを特殊召喚。なるほど、おい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 、なんか強そうだな、やばいぞ。さっきめっちゃモンスター除外したのにめっちゃ並ぶやん。マグネットウォーリアーデルタは、召喚に成功するとなんか墓地を落とせるんでね、うん、まあそこまでは許してやろう。さあこれで何を落とす、そこまで許してやるぜ。レベル3みたい、レベル3みたいでさ、なんかケルベニとかですよね多分ね、やるとしてもね。なんかゴルゴニックガーディアンとかできます、そんなわけないか。3体のモンスターで、おっとこれはなんだ、あなるほど、ドレミアユニコーンの効果で何を、これカオスソルジャーをデッキに戻されてもそんなに困んないけど、カオスソルジャーは割と困るな、割と困る。これワンキルされる、もしかしてこっからキル取れるとか、ああそっちなんだ、なるほどなるほどなるほど。龍一ねえ、リンクリボーを、デッキにバウンスして、で次のターン儀式魔法を持ってこれるかと思いきや、儀式魔法はもうないね俺のデッキの中に、うん、あーめちゃくちゃ溜まってるね、死ぬほど溜まってるね。あー出てきちゃったね、出てきてもうたね。なるほど、ベルセリオン来た。ベルセリオンは墓地の岩石族、磁石マグネットウォーリアーモンスターを除外すると相手のカードを破壊することができる。挑戦士カオスソルジャーは破壊された場合、もしかしたら暗黒騎士ガイアモンスターが飛んでくるかもしれないぜ。ちなみに暗黒騎士ガイアモンスターは俺のデッキには入ってません自己要因なので抜きました。レベル7の、 あの闇属性のやつくらいって入れてもいいかもしれないですけどね。なんだっけな、なんだっけな、覚醒の暗黒騎士ガイアみたいな、あそういうことできるのか。なるほど、これ自爆特攻をして3体並べるっていうあのゲロヤバムーブができるのか。はいはい、なるほど、これデュエルリンクスはできませんからね。モンスターゾーンが狭すぎて1体モンスター出てたら、トロイメアユニコーンが出てたら
基本的には出てこないはずなんですけども、なんかフィールドがあの広すぎてやばいな、これ死ぬか、ギリギリ耐えてる、ギリで1500800、ギリギリでもね、耐えてるって言ってる、割と耐えてる、なんか2000くらい残るんじゃね、残るライフポイントはおそらく2000 1500 1700、あちょっと違った、1800、よし1800、いいだろう、よし耐えた、生きればまだ望みある、さあどうする、おん、やっべ最強モンスター来てもうた、やばい、最強モンスター来てもうた、やばい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 、あバンアルファ来た、なるほどバンアルファ来た、バンアルファ来たな、でかい、ちょっとやばいですね、でもね、ちょなんか使ってくんねえかな、なんかちょ使ってくんない、なんかバンアルファとかにさ、ゴルゴニックガーディアンの効果使ってくれるみたいな話ないかなちょ踏みに行かないと、あれあの効果踏みに行かないと、挑戦者カオストロジャーをリリースし、俺は敵だよりバンアルファを特殊召喚、バンアルファの効果を発動、バンアルファの効果によりメテオニズ DRA とかいう最強モンスターを手札に加えさせてもらうぜ、そして墓地に存在するドライトロンアルゼーターの効果を発動、アルゼーターの効果により儀式モンスター1体をリリースすることにより、このカードを手札から、あ間違えた、墓地から特殊召喚し、儀式魔法を持ってくるという効果を持っているが、儀式魔法は今特にない、デッキの中にも存在していない、そしていやーこれどっちにしてもアーゼウス、これあれですね、LL 出した方が強いんですけど、多分LL してアーゼウスした方が強い気がしますけど、いや俺のデッキはドライトロンカオストジャーなんだ、信じろ、自分のモンスターを信じろ、ファフミューベル、ファフミューベルターのエクチル召喚成功時効果発動、デッキよりドライトロンモンスター、ドライトロンカード1枚を墓地に送ることができる、これによってドライトロンルタデルタを墓地に送らせてもらうぜ、お前もデルタを使ってるんだってな、俺もデルタを使ってるぜ、そして手札よりマジックカード挑戦士のホーガーを発動、挑戦士のホーガーにより俺は墓地に存在する挑戦士カブスソルジャーの魂を冥界より冥界の扉を突き破り、蘇れ、一つの魂は光を誘わない、一つの魂は闇を導く、やがて二つの魂はカオスの光を作り出す、挑戦士カオストロジャー降臨、そして挑戦士カオストロジャーの恐るべきモンスター効果を発動、このモンスターは宵闇の騎士と開闢の騎士を素材にしている場合、相手のフィールドのモンスター一体をゲームから除外することができる、消えせろゴルゴニックガーディアン、あはいあはい、ですよね、はい、そこまで読んで、そこまでは読んでいました、そこまで読んでいた、攻撃力をゼロにし効果を無効にするとかいう最強効果、これで挑戦士カオストロジャーの効果は無効になってしまった、俺はしょうがないな、バリ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 、ただし俺のこれはいいや、俺のメインフェーズはまだ終了していないぜ、俺は手札よりマジックカードメテオニスドライトロンを発動、メテオニスドライトロンは攻撃力の合計が儀式モンスターの攻撃力以上になるように機械族モンスターをリリースし儀式召喚をすることができる、そしてファブミューベーターのエクシーストライはこの儀式をする場合取り除くことができる、行けドライトロンメテオニス DRA、 うわー、これがドライトロンの史上最強エースモンスター、そしてこれ意味ない、これ何ですかこれ、あんまり意味ないですね、あんま関係ない、バトルくたばれゴルゴニックガーディアン、どっちしょったらいいのかな、トロイミアユニコーン置かれてるとリンク4まで伸びちゃうからこっちだ、そして
あ、こっちも殴れんの、あ、やべ、え、これ殴ったら勝った説ある、これもしかして、あ、ミスってる、あ、そうでもねえな、これ守備表示だから意味ねえ、なるほど、やべえ、完全に忘れてた、こいつそういえば全体攻撃効果だったわドライトのエアムすぎて全体攻撃効果があるのを忘れていたぜ、一応こいつも殴るぜ、これでメイン2に入らせてもらうぜ、メイン2、あんまり意味ないなこれ、一応下げてと、回収しておいた方がいいのか、これは一応下げて回収しとくか、ドライトロンパフミューベーターを対象に取り攻撃力を1000下げてこのカードを回収、そしてルタデルタの効果で1枚ドローすることができるんだ、ちょっとドローに変換しよう、さすがになんだっけ、あのガンダムは多分ね出さなくても大丈夫、なんでかって DRA がいるからさ、ゴアトルス来た、なるほどゴアトルス来たか、なるほどですね、まあ、これでとりあえずエンドでいいんじゃない、壁置いといた方がいいんじゃない、でこれで、あ、やべ、リンクリボーにすんの忘れたやっべー、やってもうた、リンクリボーにすんの忘れて、まあいいや、なんとかなるべ、 DRA さんが強いからね、このデッキその組み立てすぎてさ、ちょ、こいつの効果とか全然把握してなかった、ドライトロン初心者すぎた、こいつ強いな、あ、ちなみに DRA さんは相手の表側表示のカードをフリーチェーンで墓地に送るとかいう最強の効果を持っているぜ、なるほど、いいだろう、ちょっとドライトロン的なプレイングのがガバいところは許してくれ、ほど今さき君のデッキなんだもともと挑戦し恐竜デッキは組んでたんですけど、ドライトロンマジで使ったことなさすぎて、今初めて使ってます、ドライトロンギミックを、はい、という言い訳だけしとくわ、うん、言い訳実況者なんでね、はい、これこっからシュートだろ、ベルセリオンはいい、ベルセリオンは関係ねえ、いけ、メテオニス DRA の効果を発動、墓地に存在するなんか、これとか除外できるの、マジこれ除外できるんだ、へえ、知らなかった、なんで、あ、そういうこと、あ、間違えた、あ、そういうことなんだ、あ、3000、これ別で除外するのはあれなんだ、2000に月1枚とかだから3500500とかいいんだ、謎の品字これ儀式モンスター入ってるわ、これあれだね、儀式モンスターと儀式魔法入ってるわ、これ儀式魔法と儀式モンスター差し引けるのこれね、へえ、今気づいたわ、このコンボ強いじゃん、まあ今何もないけどね、サーチするカードが、サーチするカード何もないんですけど、まあいいや、まああとはまあぶん殴ったらかしか、とりあえず一応ハンデ先するか、酔い闇の騎士の効果を発動、酔い闇の騎士の効果により相手の手札を1枚ランダムに除外させてもらうぜ、バトルだ、いけ、メテオニス、ドライトロン DRA DRA DRADRA! DRA! うるさいですか、すいません。なんかさ、アルティメットデクレアラーとかいうなんかモンスターに侵食されちゃってるから、毛嫌いしてて、ずっと使ってなかったんだけど、なんかドライトロンっていうギミックめちゃくちゃ強いね。これ儀式、完璧儀式サポートじゃん。俺今までなんで使ってなかったんだろうな。次回神だ、出た。次回神なんだろうね。で、これ、弱っ。そんなんで終わり、おい、そんなんで終わり、嘘でしょ、殺すけど大丈夫、テラフォーミングの効果を発動する前にまず強欲で金満なつぼを発動しなければならない、これよくやっちゃうんだよね、強欲で金満なつぼさ、メインフェーズ1開始にしか打てないじゃん、けどなんかテラフォーミング先発動しちゃってあーってなるっていうこれね結構やっちゃうんだよね、ドローする前にさ祝すの結構基本じゃん、まあ、とりあえずライトニングストームいい、自分一旦魔法トラップカード破壊するけど、なんかあるリビングデッドの呼び声なるほど、あ、そういうこと、でもそれ蘇生しても知らない、それ、あ、でもあれか、次回神は効果打開されないから別に知らないのか、なるほど、それはうまいそんなシナジーあるんだ、へえ。テラフォーミングの効果を発動するぜ、テラフォーミングの効果によって、カオスフィールドを手札に加えていくぜ、そしてカオスフィールドを発動、カオスフィールドの効果により儀式モンスター挑戦士カオスソルジャーを手札に加えていく、そ
そしてドライトロンバンアルファの効果を発動。バンアルファの効果により儀式モンスターを墓地に送り、このモンスターを手札より特殊召喚。そしてバンアルファの特殊召喚成功時効果を発動、メテオニス DRA を手札に加えさせてもらう。そして愚かな埋葬を発動。愚かな埋葬の効果により、これはですね、ノアトルスちゃんじゃなくてこれはアルゼーターちゃんがいいですかね。多分アルゼーターちゃんの方がいいですね。アルゼーターちゃんの効果で儀式魔法持ってきた方がいいですね。アルゼーターちゃんを墓地に送らせてもらうぜ。そして墓地に送られたアルゼーターちゃんの効果を発動。アルゼーターちゃんの効果により手札のメテオニスドライトロン DRA を墓地に送り、このモンスターを特殊召喚。特殊召喚成功値効果を発動。もちろん挑戦士の効果を手札に加えさせてもらうぜ。そして俺は2体のモンスターでオーバーレイネット、あ、オーバーレイできない成功合金で飛んでた、合金で飛んでた、ファフニューベイ、まあいいか、そんなに変わんねえか、そんなに変わんねえ、これそんなに変わんねえわ、そんなに変わんねえ、いや変わるな、まあいいや、挑戦士の方がの効果を発動するぜ。挑戦士の方がにより俺はテルダに存在する開闢の騎士と宵闇の騎士をデッキから墓地に送ることにより現れる挑戦士パーフェクトカオスソルジャー。これ、ね、パフニューベータ高いんだよ、ユアなんだよあれ。パフニューベータね高いからね、マジでうざいよね。あの本当は3積みして合金で止まらないようにしたいんですけど、高すぎて買えないっていう。挑戦士カオスソルジャーの効果を発動。宵闇の騎士と開闢の騎士を素材にしたこのモンスターは効果がなんかすごいいっぱいあるぜ。語彙力、挑戦士カオスソルジャーの効果を発動。相手のフィールドのモンスター1体をゲームから除外する。そのモンスターは戦闘効果では破壊されないらしいな。ただ除外することはできる。そう、除外することはできる。さらに俺は玉食いオビラプターを召喚しているんですけど、これ先にリンク召喚した方がいいですか。あんま関係ないですか。これ先にこうですね。メテオニスドライトロンの効果を発動。メテオニスドライトロンの効果により攻撃力が儀式召喚するモンスター以上になるように攻撃力をリリースしていけ。ドライトロンDRA DRA 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 ってどういう意味。ドヤードヤーララ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 温まってきたみたいなことですかね。はい、多分そうです。で、玉食いオビラプターを召喚し、玉食いオビラプターの効果を発動。もちろんオーバーテクスゴアトルスを墓地に送らしまうぜ。そしてオーバーテクスゴアトルスが墓地に送られた場合の効果を発動。これにより究極進化薬を手札に加え、そして手札よりマジックカード究極進化薬を発動。究極進化薬の効果により墓地に存在するゴアトルスと、これはどっちだっけ、こっちでいいのか、あ、儀式魔法をこっちの方がいい。俺は2体のモンスターをゲームから除外し、現れろアルティメットコンダクターティダロー。これがこれが最強の盤面です。はい、これがメテオニス挑戦士恐竜デッキの最強盤面バトル。いっけー、オビラプターでダイレクトアタック。挑戦士カオストロジャーの攻撃は最後にしよう。うん、いけ挑戦士カオストロジャーの攻撃、カオスブレード。うおー、なんか知らんけどこのデッキ最強かもしんないわ。ドライトロンギミック慣れねえな。なんかすごいさ、なんかやってることめちゃくちゃ強いんだけどさ、慣れないねあのデッキね。ギミック的にはね、あ、おっとエルディングリッチですか。ハーピーの羽毛器でしょったらワンキル取れます。これハーピーの羽毛器でしょったらワンキル取れるかと言われたらかなり微妙なハンドだな。ドロー、あーでも一応これは来た。フィードバックやっべ。自分のエクサデッキのカードを2位の数だけ裏側表示とかし、その数だけ相手のエクサデッキの表側表示のカードをランダムに選んでエンドフェイスまで裏側表示、あ、除外する。表側表示か、やばい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 、バレた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 、いやーうざい、やばいやばいやばい、え、 DD ダイナマイトやばいぞ。これ4500万だよな。
確か、かける300ダメージ、除外されてる相手のカードをかけてる300ダメージ、最初 3DD ダイナマイト、嘘でしょ、嘘